では第2部入ります。第2部は基本的には、第1部で量子コンピューターを構成するまあゲートや回路の話をしました。でそれで何ができるか、量子コンピューターの上で走るアルゴリズムというのはどういうものなのかって話をあのしようというふうに思います。ただし、まあ、あ,のあまりあの大きな あのアルゴリズムの話、さとは昭和のあるでいろいろあるんですけど、そういう話じゃなくて、あのー、先ほどのアダマールっていうエッジで表されるゲートがあるんですがこれはとても量子っぽい振る舞いをするんで、アダマールゲートを中心にアルゴリズムの基礎を見ていこうというふうに思います。で、まあ、ここで扱うのは3つで、量子コイン、量子暗号や量子パラレルリズム、長並列とか、 それから、あの両通信の話をしようと思います。で、まず量子コインの話ですけれども、えっと頭あるって言うのはあのまエッジで表せるんですが、あの0に働くとえっとゼロケットプラス1ケットでなります。で、これはとても面白い。この性質を持っていて。 あのゼロが観測される確率はゼロケットにかかった成分の絶対値の事情ですからこの例で言うとゼロが観測れる確率はルート2分の1の絶対値の事情で2分の1になりますで同様に1が観測される確率はゼロケットにかかった成分ルート2分の1の絶対値の事情ですから2分の1になる要するにゼロと1は同じ確率2分の1、2分の1で観測されるでこれはあのコインを投げて 表がが出出るる確率と裏が出る確率これはあの表、まあ、か完璧な行為だとするとですねあの裏と表は同じ確率で出ると同じようにこの,の H0H0 ケットも、えー、と0と1は同じあの確率で観測されるこれを量子コインというふうに呼びますで。同様に 1>, あの1ケットにアダマまるを作用させると0ケットマイナス1ケットになります。で、これはもう0が観測される確率は、えー、と0ケットにかかっているルート2分の1の事情、絶対値の事だでたら2分の1。1が観測される確率は、これちょっとあ,のあまり良くないですね。マイナスルート2分の1の絶対値の事情、まあ結果同じですけど、ね、やはり2分の1で。で、ここでも h 1>, 1ケットも0と1は同じ確率2分の1で観測だから H0 ケットだけじゃなくて H1 ケットも実は量子コインになるということですでこれはどういうことになるかっていうと観測によっては H0 ケットと H1 ケットを区別できないっていうことですねでまあだからこの0を入れてこれをアナマールを通してでこのメーターみたいなところ 観測をこういうふうに表すんですけども。で、要するに0が変える確率も、1が変える確率も同じ。で、これがあの、ヨシコインってやつですね。で、この H0 をプラ,あのプラスケット、で、H1 をマイナスケットというふうに呼ぶことがあります。で、これを、あのこれをアだマール規定というふうに言います。で、エッチ プラスケットはゼロケットになるし、ジマイナスは1ケットになります。で、これはですね、で、これを使うと、実は、あの、プラスケットとマイナスケット。それから、えっと、これは、だから、あの、区別つかないんですよね。これはあの、 観測して0が変るるかかかそのことを使うと実は非常に強力な暗号を作ることができます。それを量子暗号と言うんですが、細かいことは今回ちょっと省略。これはまあ後でよく読んでください。で、でこれはだから真ん中に登場者がいたとしても絶対大丈夫ですね。でもう一つ、簡単パラリズムっていうの,はあの量子並列。 いうやつなんですけれども、えっ、ー、とまあ、キュービットが今 N 個あったとします。で、まあ、普通は、まあ、あの、A0 ケットプラス B チケットが1個のキュービットの状態は、まあ、こういう形で表現できます。で、2個のキュービットがあったら、これはまあ、A0 ケットプラス B チケット、で、それから C0 ケットプラス D チケットだとすると、2個の あのキュービットの状態はそのテンソル席で91ケットテンサー92ケットで表すことができます。これはだからこうやって先ほど計算したように、これはあの4つのあの状態の重ね合わせということになります。で、2個のキュービットの状態、基本的には4つの状態の重ね合わせになります。で、3個の場合も同じですね。 で、919293っていう状態を考えていくと、これの取る状態っていうのは、それぞれの九一ケット、点差92ケット、テンサー93ケットで表されるんですけれども、これは計算してみると、これはこれ <laughs>、もう長くなりますけれども、基本的には00ケット、001ケット、010ケット、011ケット、100ケット10、101ケット、11, 11ケット、11ケット。 111ケットですね。要するに3つのキュービットの状態は、実はこういう8つの規定で表現される状態の重ね合わせ。だということに、だから8種類あるんですね、状態が。基本となる状態。で、これで、こういうことがわかります。で、まあ一般に N 個のキュービットの状態は、00、0が N 個並んでる状態から、 1>, あの1が n 個並んでる状態まで,で全てこの状態をあの取りるということで結局2の n 乗個の状態を取ることになります。見ていますけれども n 個のキュービットの状態の数は実は2の n 乗個の状態の重ね合わせになるということになります。でこれはですね実はあのアダマールを平行あの まあ、アダマール1個だと、えー、とこれはゼロケットプラス一ケット。だから2個の規定の重ね合わせになりますね。アダマール、を2個にするとこれは同じやつをけ算すると、ーズカケジゼロスルト、アド、これはゼロケットプラスゼロケットプラス一チケ,ケ,ケット。で、4個の規定の重ね合わせーセります。アダマールが3個になるとこれはゼロケットプラスゼロケットプラス一ゼロイゼロケット。というふうに、 8個の規定の重な要するに8個の状態の和になります。で、4個でもそうですね。これはだから16個の状態。これでも、あの、すごく、あの、コンピューターやってる人にはなじみが、要するに先ほど00ケットっていうのは二品数であの0だと思えばいい。01は二品数で1だと思えばいいっていう 言いましたけれども、これは4つの桁からなる0と1の並び0001これを一つずつ増やしていったものですね00011だゼ0001それで 1, 1だゼ0001だだから000から、えー、と4個1が並んだ状態111まで数えるとちょうど16個の状態がありますでこの状態を実は自然にあだまる並列に並べるだけで作れるんですよ これが非常に強力なところっていうか、アダマールを N 個並べると、実はその出力っていうのは、実は、えー、と2の N 乗個の状態を自然に作ることがないということです。で、ここはちょっと面倒なんで省略します。あとで読んでほしい。これちょっと難しいですね。で、まあ、これは回路を考えるんですが、上の方は、 x っ e t というのは、これは入力。この場合だと、n キュービットの状態を入力として、まあ、それはそのまます素通りして出てくるんですが、第2弾、右下に f, f x ケットが出てくるような回路を考えます。で、でこういうのを一般的な uf という式、あの回路で表すことにします。で、先どちょっと言ったんですが、 量子回路っていうのは入力の数と出力の数が同じでなきゃいけないんで、えっ、ー、と、余分な入力の項を追加する必要があります。まあ、これは多分 FX がビッ m q ビットだとすると、M 個の000を追加した。それをアンキラっていうんですけども、アンキラビット、補助ビットの M, m 個があって、ただし、この対面の あの出力は実はちょうどあの FX、あの入力 X に F を作用した、こういう回路を考えることができるんですね。ほんと細かい話やると昔しいますが、で、問題はこういう式を考え、今こういう UF という回路があったとします。で、この左上の0が N 個並んで、アダマールが N 個並んで、これは実はですね、先ほど見たように、 ここは2の n 乗個の状態がこの回路に流れ込むんですよ。ちょっと正確ない言い方じゃないけれども。で、そうすると、右下の fx-ket というのは実は2の n 乗個の要素について、あの f を適用した結果がここに現れるということになります。アダマールゲート、あの、アダマールはだから2の n 乗個の この規定が出てきますんで、これはちょっと面倒くさいですけど、これをこういうふうに考えると、N 個のキュービットに対して、ダマーる N 個並列において、そこに加わせると、出力は2の N 乗個の,あの計算をすることになる。これはすごいじゃないか。だから単に F を作用しているだけなんですが、内部で行っているのは、実は、えっ、ー、と、 これはあの3個のあのキュービットの例ですけれどもで内部では8個分の計算を同時にやってしまうで N 個のキュービット N 個のレジスターがあると実は内部の状態を考えると実は2の N 乗個があの同時に計算されてしまうでこれをあの簡単パワルというふうに言いますこれはすごいっていうかでこういうふうに あのまあちょっとあの000ケットテンサーテンサー省略してますけど F000 ケットという形これが8個あってでこうすればあの実は n を増やしていくと実はその n に応じて2の n 乗この計算がパラレルにできるじゃないかという話 でこれが実は量子コンピューターが高速で計算できる理由だと思うでしょう。でもそれ,それじゃないんですよ。これは幻想なんですよ。なぜならば、先ほど言ったみたいに、内部ではこういう計算、こういう状態が生まれている、たとえ生まれているとしても、この値を取り出すことがで,できないんですよ。取り出すと、取り出したところの値しかわからない。残りの子は全滅するんですよ。 全部消えてしまうだから内部で2の N 乗この計算をたとえしたとしていてもそれを観測してその結果を取り出そうとすると取り出そうとした途端にで注目したあのところ以外は全部取り出さない崩壊してあの単純な状態戻っちゃうんですよね。だからこれはなんとかしないけな で、だから、あの、アダマールを N 個並べて2の N 乗この状態を作って、それに F をかければ、一瞬にしてヌ個のレジスターで2の N 乗この計算ができるはずだ。確かに内部ではそうやってるかも。だけど、その出力の何かを1個でもそれを取り出そうとすると、状態は重なりさ失われるから、で結局1個の値しか取れないんですよ。で、 これはだからうまくいかない。もうちょっとでは工夫しなきゃいけないってことですね。まあでも、あの、量子コンピューターはそういう意味では、あの、内部では、あの、仮想的には、あの、超並列の計算をしてる可能性がある。だけど、それは、あの、値取り出せないっていうのがとても悔しいところですね。で、まあ、これは、あの、こういう、 まあいえ、これはあの、また、後で。で、これはまあ一つの,あのゲ、あの、Google のやった実験の模式図なんですが、いっぱいゲートが並んでいて、で、これは多分、あの、何個あるのかなあの、50個ぐらいあるのかなゲートが。だからこれ、あの、2の50乗ぐらいの計算やってるんですが、右側の赤いところを計測すると、 一つの値しか取れないんです。一つの値あ。これもあれですよ。その入り口のところで全部アダマールがいっぱいにるんでる、エッジがいっぱいにんでるのわかりますかこれで並列の引だけど、一回計算するとこういう分布が生まれます。二回目やるとこういう分布が生まれる。だから、あの、2の n 乗個の計算の一つはピックアップできるんです。だけど、2の n 乗個の計算を同時に全部出力をゲットすることは多分できない。 何度も何度もサンプリングして、この分布からその回路の特徴は抽出できるけれども、それは同時にはできない。必ずその例、一例だけですね。だからこういうやつで、あの、ここで言うと、あの、これは分布の例ですか、あの、53キュービットの、あの、量子計算をして、 でこれでこれをこういうのをこういうサンプルを100万回やってでそうすると大体の傾向がわかるってやつはグーグルがやったことですね。でそれはグーグルは200秒で終えたって言ったんだけ IBM もそんなことはねそれはあのあの古典グーグルはそれを200秒でその計算を終えたシミュレーションを終えたんだけれどもえっ、ー、と 古典スーパーーーパコンピュータでーであるると1万年もかかるの200秒で終えたっそれはあの実はア i ビアムそれは1万年もかからない二、ね、2.5日でできるとかそういう子供の喧嘩みたいなのをずっとやってたんですけどまあでもそのあのー、こういう形で可能的には2の n 条項の計算できたとしてもそれはあのー、サンプリングでその1例しか取り出せないっていうことが背景にあるでもそれでも十分早い。 とということです、ね、でもう一つエンタングメントを使って何ができるかっていうとこれもちょっと省略しますけれども、えーとまあ、こういう非常に簡単なアダマールとシーノトを2つこれはベルステートゲートっていうんですけれどもこれを使うと簡単にエンタングメント状態を作れるんですよ。だからエンタングメントっていう状態はあの僕らの身近に。 たくくさんあるだけじゃなくて、こういう形で非常にこれは省略します。あのごくごく簡単にあのエンタグム状態を作れるということですね。ベルステートゲートこのゲート2つ、アダマールと c ット2つの組み合わせで簡単にこういう EPR ペアの状態を作る。だからそれの逆操作が、 ベルメジャーゲートってやつなんですが、ね、こういうあのちょうど鏡に映して反対側みたいなやつなんですが、これもあの、これをうまく使うと、実は量子通信。これはなんです、ね、量子コンピューターとは全く違ったものですね。違ったものっていうか、あ,のある情報をある他のところに送るっていうのが通信ですね。で、こっちの方が実はあの早く実用化される可能性があります。で特に、 あの量子レポーテーションみたいなやつはすでにあの中国もアメリカも多分実験成功していてあ,のある情報を他の方向にあの送るっていう通信量子を使った通信れこれはンタグメントを使うんですけれどもでこれはどんどん研究が進んでいます。